皆さんこんにちは、あずつまのこつねです。皆さん楽しくウクレレライフ過ごされてますでしょうか。今回はですね、ウクレレの演奏ではなくてグッズのちょっとしたご紹介なんですけども、で今回、ガズレレ生誕10周年のイベントで先行発売をさせていただいた、いろんなねグッズがあるんですけど、その中のまず第1弾ということでトートバッグをね2種類2型かな ?2 型をご紹介してるんですが、で、今回ですね、私が何をしようかというと、そのトートバッグにちょっとね、カスタムをしてみようかなというふうに思って、で、ちなみに今回ね、先に発売をさせていただいているものはこちらなんですね。じゃん。これ、G マーク。この G マークのトート。このタイプと、あともう一つが、もうちょっとね、たくさん入るような、少し縦長になってるんですけど、このトート。で、両方ともね、こんな感じで、まずこっちが、マッチ。11センチぐらい。こっちがね、大きい方が。そして、私が特に今回プッシュしてるのはこちらなんですけど、ちょっとね、サイズが一見小さいかなというふうに思うじゃないですか。だけど、マッチがほら、ドーンと、すごいあるんですよ。で、これが何センチかというと、マッチが、14センチぐらいあるんですよ。なので、大きさの割に、すごいたくさん入るんですよ。で、特に、普段使いでね、女性の方でも男性の方でも全然いいと思うんですけども、ちょっとしたペットボトルとか、ちょっとした上着とか、なんかね、ちょっとしたものどんどん入れていくと、こう、長いトートって、どんどんこう上に乗っていくじゃないですか。で、そうすると、取りたい時に下のものが取れなかったりしますよね。なんだけど、こうやってね、マチが大きいものだと、どんどんこう横に入っていくんで、すぐ取りたい時にこうスポスポね、取れるかなっていうことで、ちょっと今回ね、このドンとマチのある、で、だけど、ちょっとサイズは小さめで、ね、こう普段でこう使ってもらえるような感じのものを、ちょっとね、ガズレでご用意したっていう感じなんですよ。で、これの、このね、ここのステッチ、これ、プリントがね、ちょっと黒のところを逆に抜いてあるんですけど、ここにね、毛糸で刺繍をしてみたら、またね、自分だけのオリジナルトートになるんじゃないかなというふうに思って、で、それを、ちょっとね、ほんとこの一本の線だけなんですけど、ほんと簡単にできると思いますので、ぜひぜひチャレンジしてみて、皆さんにもね、ちょっとご紹介できたらなというふうに思います。で、早速やってみる。では、早速やってみようと思うんですけど、今回使う糸はこちらです。小巻カフェデミっていうんですけど、これの番号が、色の番号が6番。ちょっと黄色なんですけど、少しね、ほんと巻き木っていうよりは、なんか柔らかい感じのね、黄色。こんな感じの色です。で、このステッチあるじゃないですか。このステッチを、このね、まあ、上手に埋められたらなっていうふうに思うんですけど、なので、普通の刺繍糸で、ね、刺繍をする方は、もう6本取り、そのままでね、こう、やっていくと、太さがちょうどいいかもしれないなっていう感じがするんですが、ちょっとね、ほんと縫ってみてどうなるかっていう感じですよね。私もこれ、今回初めて縫ってみるんで、もしかするとだけど、2本でね、こう、縫った方がいいかもしれないしっていうとこなんですけど、1本で縫ってみようと思います。できればですけど、なるべくね、こう、途中で終わらないで、こう、玉止めをね、しないでいきたいなと思うんで、まあ、できればこう、長いね、こういう長く糸を取るといいんじゃないかなっていうふうに思いますが、まあ、それはお好みでっていう感じで、針に糸を通して、で最初は玉止めをします。こんな感じで玉止めをします。そして、まず、ここからいきますね。少し、黒いところ、に寄った感じで刺すといいんじゃないかなと思うんですよね。このぐらい。こんな感じで刺してみます。どうなるかな。ほら、こうなるんですよ。黄色くなってるでしょ。で、これをまた同じように刺します。こんな感じ。わかります？ここの、ここと、色が全然違うでしょ？小巻デミ。これがもしかしたらちょうどいいサイズかもしれないですね。でももうちょっとぷっくりしたかったら2本でね、やってもいいかもしれない。
って思ったんですけど、ちょっとね、このベージュの着なりに着るじゃなかなか分かりづらいんで、こっちの色で描いてみます。ほら、こっちの方が分かりやすいかも。ちなみにこれね、色を変えようと思って抜いてみたら、ちょっと分かりますかね、これがね、印刷のところで、これが抜いたところ、少しだけね、ちょっとこのステッチの線がね、針を通したことで若干ぼやけてますね。なので、もう本当にね、このパキッとしたステッチを残したいっていう場合は、こういう針とかをあまり通さないで、このまま使った方がいいかなというふうに思いますね。こうやってもうカスタムしてそのまま使いますっていう方は、この感じがね、いいかなというふうに思いますんで。やっぱり針を通すと、生地がね、ある程度ダメージを受けるので、そこだけ、ちょっとお分かりいただいた上で、で、これ硬い帆布なので、そんなにね、こう引っ張られる感じがしないので、もう毛糸がね、こうスーってこうやって引っ張って止まったら止まりみたいな感じがいいと思いますね。こうギュ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 引っ張る必要はないので、ほら、こんな感じですね。で、ここまで来たら、ここちょうど曲がるとこなんですよね。で、曲がるところがこうやって少し L 字になってるんですよ。なんで、ここをどうやって縫うかっていうことなんですけど、ここですね。ここは、返し縫いにしようかなと思って。後ろから、こうなってるところの後ろからですね。から出して、ここですね。そして、手前に入れる。いつもこの手前から出すんですけど、で、まずこっち側の線ができて、次こっち側だから、これをこうね、後ろからまた出して、そしてここに入れる。そうすると、ほら、こんな感じで L 字、角のね、L が出来上がります。またここに L が出来上がる。そして、この G のここですね。ここの、こういうところは L 字をちょっとこう、あえて外してみるっていうかね、綺麗な L 字にしないで、こんな感じで。これとかも結構可愛いかもしれない。はい、全部縫えました。わかりますかね、これ。こんな感じでマジックで描いたんじゃなくて、毛糸でね、こうやって縫ってあるんですよ、ステッチを。本当にで、最後のこのね、終わり方なんですけども、玉留めをこんな感じで一回してもらって、で、このまま切っちゃうんじゃなくて、なんかね、もともと縫ってあるこういうところ、こういうところに糸を何回かこうやって這わせるといいと思うんですよね。そうするとね、縛ったままの糸がそのまま出るわけじゃないから、こうほどけにくいっていうかね。こんな感じで何回かくぐらせて、根元をはい、出来上がりました。こんな感じです。はい、出来上がりました。こちらがステッチが入ったトートです。この感じわかるかな、このね、ぽっこりしたこの毛糸の感じをちょっと感じていただけたらいいと思うんですけど、でね、これ今回はこの北欧オレンジみたいな色でね、刺繍をしたんですけども、本当青とか黄色とか、あとは本当逆にね、グレーとかね、渋いかもしれないですよね。いろんなね、色でこう試していただいて、で、今回は1本でね、毛糸でやったんですけど、2本にしてもっとこうモコモコさせちゃうとかね、あとは最初もお伝えしたんですけど、刺繍糸でなんかこうやってみるとか、あと単色じゃなくってこうちょっとずつ色を変えてみるとかね、いろんなやり方があると思います。で、
このタイプもいいし、ほんとね、何もない、シンプルな形でもいいしっていう感じで、もうそれはね、お好みですね。これは1個のね、こんな感じでできますよっていうご提案ですね。で、早速これね、ちょっとどのくらい入るのかね、入れてみようかなというふうに思います。じゃあ、ここに、まずは、ペットボトル。そして、ちょっとね、こんな分厚めの本なんか入れてみたりとかして、そして、スマホ。そして、お財布。そして、ハンカチ。で、ちょっとしたね、こんな消毒とかも入れて。で、やっぱり、これからの季節は、エアコンがね、急に当たったりとかして、寒くなったりとかするので、まあ、こういうね、ちょっとした上着が必要だと思うんですよね。こういうものも入れたりとかして、それでも、ほら、まだこんなに入る。すごい。ほら、いい感じなんですよね。ほら、こんな感じです。あ、ちょうどほら、これで、刺繍のステッチが、この角度結構わかりやすい。かわいい。こんな感じでございます。はい、ということで、今日は、新しいトート、Gマークトートの、ちょっとね、カスタムをご紹介しました。そしてこの、形、これ私のおすすめでございます。ぜひぜひ今年の夏、これでね、たくさんいろんなものを入れてお出かけしてみてください。で、こちらのトート、このタイプともうちょっと大きいタイプの、ご購入先は、また概要欄にもリンク貼ってありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた皆さん、ガズレレでお会いしましょう。さよなら。これがグレーの毛糸で刺繍したバージョン。こんな感じ。グレーもなんか落ち着いていいですよね。ちなみに使った毛糸はこれです。モヘア。こんな感じもいいかな。そして黄色でステッチしたのがこんな感じ。これもかわいい。使った毛糸は小牧デミの6番です。ご参考まで。